いかつい男たちの漫才、ゴリゴリで便利な言葉を紹介しますです。どうぞ。もうこの日曜日にね、来ていただいて本当にありがたいですよね。確かに、その通り。その確かに、それ何それ。いやこれね、何か共感した時に使える便利なフレーズだからね、はいはい、こう広めていきたいわけよ。おなるほど。だから相方のお前にも手伝ってほしい。あ、じゃあ僕何したらいいですか。あ、だからなんか使い方を教えしたいから、はいはい、なんか共感できる会話振ってきて。あ、まあじゃあ今日ね、まあ晴れてね、まあよかったよね。確かに、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。そう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 、ね、そう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 どういうこと。例えばカップルの別れのシーン、こういうシーンでも確かに一言で明るく解決できちゃうから。できる、できるから。じゃあお前振る女の子って、はい、俺振られた男やるから。わかりました。おい、なんで別れるとか言うんだよ。もういいの。理由ぐらい教えてくれよ。あなたのだらしないところが嫌なの。確かに。やり直そう。いや今のやったらなんか俺の方がうまいわ。え、ちょっと俺にやらせてくれ。え、あ、じゃあちょっと入れ替わって。お前が確かに。そうそうそう。あ、え、え、あ、できる。やります。あ、じゃあじゃあじゃあやってみる。じゃあやってみる。おい、別れてどういうことだよ。もういいの。理由くらい教えろよ。あなたの気持ち悪いところが嫌なの。気持ち悪いって頑張って皮膚科行ってんだろ。そんな皮膚科ばっかり行ってるから私との時間使ってくれないじゃない。皮膚科1回2万円するから1回働かなきゃいけないんだよ。いや早く確かに言えよお前。確かに。いや言い方も場所も全然違う。いやでもこっちの方がよくない。確かに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 。いやもういいわお前。言う場所の練習の前に言い方を練習しろ。あ、確かに。普通に言った。もうやっと終わりました。ありがとう。